東カロ株式会社は、さまざまな製品の表面に新たな機能を加える溶写技術のリーディングカンパニーです。はじめに東京工場中平工場長に男女共同参画推進を始めたきっかけについてお話をいただきました。きっかけになったのは2018年に社外の女性の取締役が誕生したということだと思います。女性の参画の重要性だったりとか、性が入ることによるメリットとか、そういったことを説いていただいていて、それが一つのきっかけになって、ダイバーシティ推進委員会という、社長直轄の組織ができたというのが発端かなというふうに思います。東カロ東京工場ではダイバーシティ推進委員会を発足し、女性が働きやすい職場は男性も働きやすいという考え方のもと、各部署に女性従業員を配置しました。性別や体格の違いによる不便さなどを感じないような工夫を行い、誰もが働きやすい職場を目指しています。また男性の育児休業の取得を促進するために、対象者には個別面談を実施するなど、育児休業を取得しやすい環境づくりに注力しています。今までの古いやり方っていうのがどうしても根付いているところがあってですね、今回の活動を通じてやっぱり我々自身がもう一回勉強し直そうというか、見直そうと、それをやっぱり行動として移す場面としてメールと会議っていうところを選択しました。みんなが働きやすい環境を作るために、少しでもプライベートの時間を取っていこうと、まずはそれを主体として活動しています。私は新幹線の部品に使われているウェアリングという製品のコーティングを行っています。物理的にできないものはどうしたらいいでしょうって相談しないと始まらないんですけど、なかなか言いづらいんですよね、最初は。なので新しく入ってきた女性社員の方たちが、体力的にしんどくない、辛いなって思いにくいような環境にできるように、工場の中の、雰囲気もそうですけれども、設備なども一つ一つ改善していけたら良いなと思っています。1年半くらいのスパンの間で男性で5名ほど取得の方しております。奥さんもお母さんも喜んでくれたというのが一番なんですけど、本人自身もですね、やっぱり家族と一緒に過ごせた時間が良かったということで声を伺ってます。正直その育休自体を男性が取っていいものっていう認識がなくてですね、当然初めてだったんで、お給料の方がどういったとこから出てくるのか、保証されるのかと全く無知だったので、その辺もですね、丁寧にダイバーシティのメンバーの方と上司の方とで、面談した上ですり合わせして、お休みの方を取らせていただきました。男性ではやらないようなやり方、製造現場の中でもいろんな部品をすごくきれいに整理整頓してくれて、誰もが使いやすいような部署にしてくれたというようなところもあります。当社の中って今半分ぐらいが中途採用なんですよね。でもそれってほとんど男性ばっかりなんですけど、今後そこにさらに女性のいろんな個性も、外国人の方の個性とかいろんなものが、入ってくると、多分この会社ってもっといろいろアイデアの溢れた会社になってくれるのかなというふうに思いますので、そういう意味ではいろんな多様性を大事にする会社にしていけるかなというふうに思います。